すごいぞ。戦隊ごっこ。ねえねえ、みんなで戦隊ごっこしない？え、どうやるの？みんなで順番に名前を言って決めポーズするの。面白そう。やろうやろう。キャンプ店に侵入します。ホワイトウサ、オレンジネコ、右へ曲がります、お前コロチョ、俺って何色って言えばいいんだ？まあ、ムキエビ先輩は、肌色？なんかアフリカ臭いな。いや、というよりベンガル臭いでござる。アフリカ臭いって言われた。いや、この臭さはベンガルでござる。獣臭いんだよ、おめえら。別に匂いませんけど。てめえはマスクしてんじゃねえか。やっぱり似合いませんよ。鼻をかめ。はい。また貧乏意地になってるよ。お待ちどうさま。おま、昼ってか俺に朝飯だぞ。重すぎるっつうの。つうか、風邪ならそのお裾分け置いたらとっとと帰れよ。だって今夜佳代子さん遅いでしょ。誰がレッドさんの夕飯の支度するんですか。お前な、貴様、この前レッドさんに負けたばかりでなんでまた出てきてるんだ。お主こそつい宣告負けておるでござろう。宣告ってあれをオフの日だったから公式記録にはならん。負けは負けでござる。なんだよ公式記録って。この鎧が、おアーマー吹いちまったじゃねえか。けなし合ってるけどよ、呪いもアーマーも同じじゃねえか。何なんだよこいつらよ。いえ、ノーマルなんですよ。アーマー大学と鎧自粛、猫から両横綱のドラとライオン、しかもアーマーと鎧で武装した板物同士なんで、お互い意識し合っているんです。でもそのライバル心がいい方向に向けば、おのおのの力が何倍にもなるんじゃないかと思うんです。だから明日のレッドさんとの対決で二人を組ませてみようと思って一緒にいさせているんです。だからよ、手の内をベラベラ喋るんじゃねえよ。頼むからよ、俺だってリアクションに困るんだからよ。ワンプ様、こんなトラゴたちと拙者を一緒にしないでいただきたいでござる。拙者は百獣の王ライオン、トラとは違うでござる。トラとは、貴様、百獣の王なんて人間が勝手につけたキャッチフレーズだろうが。動物界が認めていると思うなよ。何？貴様らは群れを作るだろうが、群れるなど弱い奴らのすることだ。その点自分らトラはな、一匹狼だからな。一匹狼？狼？猫科のくせに自分を狼で例えるとは正直千万。しかも一匹狼とて人間界の例え。やかましい。なんだその武士語は。さっきから前はそんな喋り方してなかっただろう。鎧に合わせてキャラ付けか。やらしいやつだ。何時代だ貴様は。アフリカ出身なんだろう。お主には関係ないでござる。お前今日の味付けごいぞ。え、あ、私今鼻が詰まってるからよくわかんなくて。ウルトは笑っちまうぜ。猿でもないでござる。貴様はパクリキャラだ。パクリでもない。拙者の鎧は無限の防御力を誇る呪いの鎧。カーコンビニエンスクラブで修理できるお主のアーマーとは物が違うでござる。カーコンビニエンスクラブを馬鹿にするな。呪いだろうが何だろうが負けたら同じだろうが。そんな五体操の鎧つけて負ける方がおかしいぜ。なに？ちょっとやめたって二人とも。お、いいね。いや、止めねえよ俺は。そんな顔しても。ケッキライオンなんて所詮メスに狩りさせてオスはグーだろしてるってわけだろうが。アーム大学レッドさんの前で失礼でしょ。なんで俺に失礼なんだよ。あ、だからそのメスに狩りさせてグーたら知ってるっていうのはやっぱりそう。帰れ。わーい。さあ二人ともお粥ができたよ。大丈夫？最近風邪が流行ってるから気をつけなさいって言ったのに。ザンプに移されたんだよ。あんたそんなマスクしてんのに風邪ひくのね。
川崎支部の来て。バンプ様、買ってきました。あ、ご苦労様。あ、ファイヤー君、うちのトイレは電球でしょ。くくく、ついにこの時が来た。サンレッドよ、貴様はこれからこのバラオによって倒されるのだ。我らフロシャイムの恐るべき罠にはまり、何の抵抗もできずにな。恐るべき罠って落とし穴じゃねえか。くっ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 、そうだそうだじゃねえだろ。現代社会で落とし穴は罠とは言わねえんだよ。罠とはいたずら。くっくっく、弱い犬ほどよく吠えるわ。我らの策略にまんまとハマっておきながら、威勢がいいなサンレッド。そりゃハマるよまんまと。まさか世界征服を企む悪の組織が落とし穴で来るとは夢にも思わねえもん。新鮮だったわ逆に。でなんだこの落とし穴は、昨日の夜にでも掘ったのか。あ、いや30分ほど前だ。昨日のうちに掘って誰かが落ちたりすると危険だからな。俺様のドリルハンドを持ってすれば、そんな穴など10分もかからぬわ。そりゃすげえな。おしゃべりは終わりだ。地獄へ落ちろサンレッド。ん、あれ電話だ。もしもし、あ、森末さん。え、アジトから煙が出てる。とにかくすぐ帰ります。あ、アジトが火事ですか。わかんない、でも煙が出てるって。やだ困る、すぐ帰らないと。うん、そうだね。おい、ちょっと待てよ、俺を出してけ。行こう。はい、待てって。あ、もうアジトが大変なんですよ。知るか、いいから出せよ。だってその落とし穴、超速乾強力コンクリートを流し込んであるんですよ。ちょっとやそっとじゃ砕けませんよ。知ってる、体験中だから。その怪人のドリルなんたらで砕きゃいいだろ。あ、じゃあこのアジトの確認が済んだら、また落とし穴に落ちてそこから対決始めてくれますか。なんでその総合格闘技のロープギアみたいなルールの適用を認めなきゃなんねんだよ。至れり尽くしたりか。どうします。うん、今はそれどころじゃないしな。すいませんレッドさん。すぐに戻りますんで。え、あれ、鍵閉めていったはずなのに入ってる。煙なんか出てませんよ。コンロも給湯器も別になんともないし。何考えてんのよあんた。え、まず誰もいないことを確認する常識でしょ。オクラ食べる。タイザ君帰ってたの。帰ってたよ。どうしたの天井さん。どうしたもこうしたもないわよ。私が天井にいるっていうのにファルカンまで耐えてくれちゃって、煙でむせちゃったわよ。もうすぐ窓を開けたからよかったけど。煙ってバルカンだったんだ。バルカンか。ダメでしょ、バルカンは炊く前にご近所に一言言っておかないと。煙を火事と間違えられちゃうでしょ。ああ、食べ残し出しっぱなしにしちゃって、もう食べられないよこれ。ん、ああ、タイザ君、もしかしてバルカン耐えてる時に中にいたの。うん、煙ブリブリびっくり。タイザ君、あのバンプ様、レッドの方は。あ、そうだった。でもその前にちょっとお茶飲んでくない。私もう喉カラッカラ。でもレッド待たせて大丈夫ですかね。大丈夫だよ、火を消すのに時間がかかったって言えば。あ、なるほど。だからみんなバルカンのことは内緒だよ。はい。あ、バンプ様、雨降ってきましたよ。やだ困る、洗濯物取り込んじゃわないと。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。レッドアイ。サンレッドは目を凝らすことにより1キロ先の針の穴でも見ることができるのだ。ねえあんた、あれ読める。ん、なんだあれ。うちを出る前に貼っといたの。どう。バーガー、あれくらい楽勝よ。じゃあ読んでみるよ。お、読んで。す聞こえない。小屋か抱きすわかんない。なに、だー、終わりだ終わり。もう何なんだよ。照れてるの。後で。
こいぞ。アニマルシェルター、光る宇宙。いや、すごいけどピーちゃんやりすぎだよ。それ以前に宇宙にさらっと言ってるし。ソーラシステム。バンプとカヤコのサッと一品。皆さんお待たせ。今回も楽しくクッキング。今日の料理はチーズ入りお茶漬け。え、お茶漬けにチーズですか？ちょっとボリュームのある夜食が食べたい時にぴったりだよ。じゃあ材料の紹介。ご飯、スライスチーズ、お茶漬けの素一袋、わさび、それにお茶、ただのお湯でも OK ですね。作り方はとっても簡単。ご飯にチーズ、お茶漬けの素をかけて、そしてわさび。量はあなたのお好みで。たっぷりいきますね。わさび派だからね、私。その上に熱いお茶を注いだら、はい、完成。チーズ入りお茶漬け。本当に超簡単。あら、意外と合うのね。海苔とあられとチーズとわさびっておせんべいにもある組み合わせでしょ。カップ麺と同じくらい簡単っすね。おめえらを片付けるくらいな。 Thank you。